2010年自衛隊記念日、第57回中央関越式における、陸海空自衛艦、第57回中央関越式における、陸海空自衛艦及び防大学生自衛隊の、制服は、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊に所属する、自衛艦、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校本科学生及び陸上、 自衛隊高等工科学校生徒により着用される、制服である。諸外国の軍服に相当する。1954年制定の自衛隊法第33条により、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校及び、防衛医科大学校の学生、陸上自衛隊高等工科学校生とその他、 その勤務の性質上制服を必要とする隊員の複製は防衛省令で定めることとされ、同年制定の自衛隊法施行規則第45、別表、第2第4に定められている。また、自衛官副操業規則第6条に、自衛官は常時制服等を着用しなければならないと定められており、次に掲げる場合には、 制服等を着用しないことができるとされている。A 社内または、船舶内に居住する、幹部自衛官、住民及び女子である陸総長、海総長または、空総長以下の自衛官が、勤務することなく、A 社内または、船舶内の指定された宿舎または居室にある場合、自衛隊の施設に出入りする場合及び自衛隊の施設外にある場合、A 社内または、 船舶内に居住する自衛官で前後に掲げる自衛官以外のものが休暇を与えられて自衛隊の施設外にある場合、A 社外または船舶外に居住する自衛官が勤務することなく自衛隊の施設に出入りする場合及び自衛隊の施設外にある場合、刑務、情報、募集及び援護の関係の職務に従事する自衛官が その職務を遂行するため必要とする場合、以下幹部候補生、死下幹部候補生、薬剤幹部候補生または防衛研究所もしくは部外の機関において研究しもしくは教育を受けている自衛官が実地修練、研修等を受けるにあたり制服等を着用しないことを適当とする場合、その他自衛官が制服等を着用しないことについて官房長または 部隊等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合、現行の自衛官の服装の種類は以下の通り定められている。以上の自衛官服装規則に規定された制服の他に日常勤務等の際に着用が認められる簡易制服もある。自衛隊初の女性将官である佐伯光の発案により妊娠中の女性自衛官には、 またニティドレス型の制服が支給されることになった。また陸時には、作業服上着または、戦闘服上着に、体育服装のズボンあるいは、私物のジャージと運動靴を履く、ジャーセンと呼ばれる服装が多く見られる。これは、作業服や戦闘服の貝を着用した場合、半長靴を履かなければならないが、ジャージでは軽快で楽な運動靴を履くことが、できるからである。 正式のものではなく、各部隊長通達で、家業後の服装として、着用化とされているものだが、部隊や学校によっては、着用を指定される場合もある。防衛駐在官の職所手前左は副官たる二等、陸佐、手前右は副官たる三等会社警察予備隊、保安隊時代保安官の登記の制服。1952年10月15日。 保安司法以上は右胸に階級賞を着用した1950年に警察予備隊の制服が定められた。当初の夏服はカーキ色の解禁型であった。冬服は米陸軍から対応されたアイゼンハワージャケット、正式名称 M-1944 フィールドジャケットとそれをモデルとし国産化した単ジャケット上着にワイシャツ、ネクタイ姿であった。 警察予備隊の気象は、警察を表す、朝日章の前面に、平和の象徴である鳩をあしらい株からオーバとオーカで包むデザインである。これは、陸上自衛隊において1970年まで用いられた。五重式保安隊となった後の1953年3月に、冬服や夏服が改正された。冬服は、タンジャケット型が第二種冬服となり、 超ジャケット型の第一種冬服が制定された。昭和29年1954年に陸上自衛隊が発足したのに伴って、複製にも若干の変更が加えられた。保安官、保安生、保安士、及び保安士保は、それまで階級賞を右胸に着用していたのを、形状を変更の上、両襟に着用することとなった。1955年には、 部隊賞が制定された。聖望については夏、冬、各制服の色に合わせ2種類存在した。聖望賞は、幹部用と創始用では、手本となったアメリカ軍の士官と下士官のデザインの違い同様の違いがあった。予備隊から1970年幹部制、防潮保安隊70年まで保安司法、補佐、創始制防潮保安隊保安士冬聖望。 昭和33年1958年6月冬服が改正され、カーキ色からコンバイ色となった。背広型で剣襟。前はシングルの4つ、ボタン、胸ポケットは外張り型でボタンがつく。ボタンは銀色。聖母については、現行同様に冬制服に合わせたものに統一され一種類になった。 58式58式聖母58式一座、冷凍用聖母、昭和35年第一種夏服が制定された。58式冬服とはデザインが異なりオーブの、セバンドが廃止され、グレーの上下で71式とほぼ同じデザインとなった。60式昭和45年1970年に、冬服の改正がなされたまた、聖母賞は、幹部、 創始共通のものとなった。七十式昭和十六年九百七十年改正に、続き、翌九百七十一年男女夏服が、全面改正された。71式上層七十式制服の、統合幕僚会議議長たる陸将七十式制服,服の陸上自衛官七十式将官式後期幹部防将、私費で換給品と同じものを購入し着用することが、 多い。なお、同時期に、海上自衛隊も半袖解禁シャツ型の制服を、防衛衣から第三種夏服と解消している。防小70式召喚制某70式装始、及び、初期幹部用制某70式中期幹部用制某、70式後期医官用制某70式一差、冷装用制防幹部用自称平成3年1991年に、 上層が変更された。アメリカ陸軍の制服変更に変更内容は似ている。ベースとなる色が茶色系から緑色系に変更された。また、女性自衛官の制服が男性自衛官のそれに準じたものに改められた。正式名、91式上層冬服、第一種夏服制服に関しては隊員による私物品として購入可能。 緩急品に関しては、完全対応のため退職時は国庫に返納が義務、付けられている。なお、私物品の購入の際は、身分証にて、当該の階級を証明しなければならず、退職後に関しては確実な保管が義務付けられる。91式に改正された当初は、職種気象の制定がなく、しばらくは70式と同様の気象装着であった。 簡易制服が制定された。それ以前は正式にはないものの私物 MA-1、型ジャンパーや作業外費を着用することがあったが、複製に規定がないものの黙認されていた。また、簡易制服制定は、海上自衛隊、航空自衛隊についても、同様に行われたが、ジャンパーは、各自衛隊ごとに色、デザインが異なり、セーターは、基本形、肘。 肩パッチの配置等は同じであるが、陸上自衛隊は、OD 色で、サークルネックである。階級賞は、第2種、第3種夏服同様型に、おつし階級賞を装着する。そう、幹部用防潮防潮は、陸士及び自衛官候補生は70式と同じ、金色金属製だが、陸装以上は、金色モール製または、 合成樹脂製で帽子の地質と同色の布製大地をつける。70式同様、帽子は桜干し、オーバ桜つぼみで構成されている。冬服上着と同じ地質。円形で黒色の革製または合成樹脂製の前ひさしおよび顎紐をつける。前ひさしは一等陸位以下は黒色の革製または合成樹脂製で、 三刀陸鎖以上はさらにその前縁に沿って金色モール製または合成樹脂製の大オ顔オオバ模様をつける。顎紐は陸層以下は黒色の革製または合成樹脂製、純陸以上は金色合成樹脂製または表面に金脂織平紐にしま織金線をつけたもの。顎紐の両端は棒の両側に置いて金色の自称角1個で留める。 自称は七十式と同様に、陸層以下は、模様がない金色な指示で、純陸以上は桜星及び、大葉を浮き彫りにしたものである。棒の腰回りには、生地と同色の七氷の収章をつける。天井の正面中央に一個のハトメをつけ棒章の、付着位置とする。同僚側に、各二個のハトメをつけ、通風口とする。略棒略棒には、 ベレー帽が採用されている。ただし、幹部及び創始への対応品にはなっていない。国際連合平和維持活動協力隊に派遣されているものは、水色のベレー帽、または、厨房、鉄棒多いを着用する。また、野球棒型の部隊式別棒もあり、それを着用する場合もある。冬服の防衛駐在官、第一種夏服の一等陸浴の一位の、 防衛記念章は、金属10年と25年が逆である。冬服の総冬服、第一種夏服の上着は、同形状で4つボタンの背広型である。冬服が能力色で、第一種夏服は、単力色となる。センターベント。純陸位以上は、両袖に、しまり能力色の飾り線をつける。ポケットは、 胸部左右の蓋及びボタン付き貼り付け型と、腰部左右の蓋付き隠し型がある。襟は、セミピークラペルで、陸お及び陸将法を除き職種気象を下襟に付す。陸装の場合は、上襟に、階級章を付す。陸士の階級章は、左腕につける。正襟章は、陸装、陸士とも左袖下端から 10cm 上方につける。検証は、 同性地で、外側の端を袖付けに縫い込み、または着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で止める。純陸以上は、検証に、階級章を付す。ネクタイは、能力色で、帽子と同じ模様が入る。ただし、陸上自衛隊生徒の場合、色は、演じ色。陸海空のネクタイのうち、模様が入るのは、陸上自衛官のもののみである。 上層には、単靴または、半長靴を履く。なお、陸上自衛隊生徒は、制度の改正により2010年度より、高等高科学校生徒となり、制服も変更された。現在の生徒の複製は、冬服はノーハイ色でエンジン色の飾り線を入れた、爪入りで、二つ、ポケット、全面ファスナー後目の短ジャケットの上下。 冬服のズボンはベルトではなくサスペンダー仕様。夏服一種上着は冬服同様、二種上着は白のスタンドカラーで襟にエンジン色の飾り線のシャツ。ワイシャツは二種上着と同様で長袖となる。帽子は馬、翼、桜及び若葉の組み合わせたものと独自のデザインのものになる。制服着用時の靴下は黒。 第2種夏服、第3種夏服、第3種夏服の、陸上爆料長夏服の防衛駐在官。第2種夏服は、長袖ワイシャツ型、第3種夏服は、襟は解禁型ではあるが最上部下元に第1、ボタンがある、半袖ワイシャツ型である。71式では、黒色足付きボタンの4ボタンであったが、91式では、 生地と同型色の4つ穴ボタンの6ボタンになりボタンのデザインも俗に言うミリタリーボタンに変わり演習に JGSDF と刻まれたものになった。第2種、第3種夏服はそれまで上着とズボンとの色が同一であったが平成3年改正により色違いとなって上着はサンドベージュ色、ズボンは単力色となった。また71式同様。 一番私物購入が多い。71式が、生地とほとんど環球品と同じものであったのに対し、91式では高級素材を使用し、ノーアイロンのものや、暑さ対策で、風通しの良い薄い生地のもの、等もあり、幹部創始ともに好んで着用されている。第二種、第三種夏服の階級賞はそれまで、冬服、第一種夏服と同一のものであったが、 全く新しいタイプの階級章である、おつし階級章が採用された。これは、能力色の布製大地に刺繍によって、階級を表示し、検証に通す、形のものである。幹部は、公主階級章の衣装をそのまま金色刺繍で、織り出したものが用いられ、陸士は、公主階級章にある桜星を省略した、部位線の実を赤色刺繍で織り出したものが、 用いられている。陸装については、公主階級章の衣装をそのまま、お使い級章に採用すると不都合があるため、陸装お使い級章の衣装は、階層と同様の部位線の両端を線上に結んだ、ものを180度回転させて逆にし、陸士同様に桜星を省略し銀色刺繍で織り出したものが採用された。桜星を省略しているため西は、 公主階級賞の三子と同じになるため三子は横線一本とした。そのためデザイン上は純と三子が同じであるため刺繍の色で区別することとなる。その他装着者の年齢で容易に区別できる。これは航空自衛隊も同じで航海級賞同様陸上と航空は全く同じデザインで配色だけ変えている。 ただし、少年高科学校は2010年3月に、海場、航空自衛隊生徒は2011年3月に廃止されたため、三市の階級も廃止され紛らわしいお使い級賞もなくなった。海上自衛隊は、公主階級賞と全く同じデザインで創始ともに、桜星の省略もなく織り出されている。また、陸上、海上、航空ともに、 女性自衛官のお使い給賞は男性自衛官のものよりも小さいものとなっている。男性用はおおむね縦が 10cm、横が 6cm 以で、これに対して女性用は縦が 9cm、横が 5cm 以である。男女の体格差による着衣のバランスを考えた対応である。同様に防衛記念賞の装着規定もバランスを考慮したものである。 平成15年2003年制定の平成15年内閣不礼第33号により自衛隊法施行規則が改正されて女性自衛官が着用する被服の名称が婦人冬服上着から女性冬服上着などと全面的に改められた平成30年新型16式上層の 東合幕僚長、平成30年3月27日からデザインが変更された新型の16式上層が導入される。大きな変更点として、ベースとなる色が緑系から紫根系に変更され、創始との違いを明確化するため幹部用には、袖とパンツに金色の線が入る。デザインには、辻本義文や辻本玲子など民間の有識者や、 企業代表の意見、隊員へのアンケートも反映され、強靭性、使命感、品格をコンセプトとしたデザインにまとめられた。一式の価格が5万円ほど上昇したことや、記事の調達量と予算の都合により完全更新には10年ほどかかると予想されている。このため初年度に調達した3万人分は、水陸機動団や新規採用者へ優先的に配布される予定であり、当面は、 新旧の制服が混合した状態となる。上層冬服、第一種夏服第一種冷凍第一種冷凍庫、第一種冷凍九十一式第一種冷凍オの、陸上幕僚長たる、陸上陸上保以上の冷凍には、金色の冷凍用食庫を着用する。陸海空のうち冷凍に食庫を着用するのは、陸上自衛官のみである。また、順位以上の自衛官は、 旧陸軍将校巡視官の清掃冷装用の検証及び通常冷装用の検証に告示した金モールを編んだ冷装用検証に銀色桜星で階級を示す台座が金モールのため桜星は上層用とは違い銀色となる逆に航空自衛隊では台座が銀モールになるため桜星は金色となる第一種冷装は コートオの2種類があるが、これも、陸上自衛隊のみである。第一種冷装工は、第一種冷服に、冷服用階級書及び冷装用職所、白手袋を着用する。第一種冷服冬服は、濃紺色で4つボタンのスーツ型。上着の、両上襟に金色モール製の王家オ,オ,オバ模様の、襟飾りがついている。夏服は、 冬服と同型で白色の上下。第一種冷装器は、冬服または、第一種夏服に、冷服用階級書及び冷装養殖所白手袋を着用する。第二種冷装、第二種冷装夏服の、防衛駐在官幹部自衛官と、準利食い用の第二種冷服は、平成14年12月の自衛隊法、施行規則改正により改正された。 ヘチマイリのメスジャケット型で、冬服の上着は、濃紺色で、襟は、炎磁色。夏服上着は白。ズボンは、夏冬とモノオコン色。霊服用階級章、霊装用色所と共に着用する。腹色帯の色は、冬服が炎磁で、夏服が金色である。平成14年改正までは、第2種霊装として、第1種霊服に、蝶ネクタイを着用していたが、 改正後もこの旧正式は主に防衛駐在官官において使用されている。通常冷蔵通常冷蔵の陸上幕僚長たる陸上冬服または第一種夏服に白手袋を着用する。作業服装作業服装。幹部候補生たる陸奏長なので幹部準陸位要望賞を着用している。作業服装では次のものを着用する。現在では 迷彩柄になっている。1982年11月10日に略称が変更された。後武装公武装をつぶそうをつぶそうをつぶそうでは、次のものを着用する。特別議場副総陸装の特別議場副総府府副第3 0に保安刑務中隊の隊員が国賓またはこれに準ずる。品格として待遇される者が、日本国に到着し及び。 日本国を離察する際、東京国際空港、迎賓館、防衛省の議場広場等において、栄誉令及び議場に準じて、議令を行う場合、特別議場を行う場合または、防衛大臣が指示する場合に着用する。防衛大臣が指示する場合とは、例えば、内閣総理大臣経験者の葬儀に際して、防衛省令で葬儀における議場が、儀式における、 自衛隊の礼式として定められ、武道館等といった式場での儀場を行うときに着用している。平成29年度に新型に改定された。特別儀場服の改定は52年ぶりのことである。当初は16式場層の関連服装として改正される予定だったが、先行して別途に検討されることになり、統合幕僚副長、岡部俊也より依頼を受けた。 ファッションデザイナーの腰の純子がデザイン監修し、軍装史研究家の辻元義文、辻元玲子がアドバイザーとして協力している。新制服は爪入り型を採用し、色やデザインが全面的に改定されている。気象や職所等もより装飾的なものに改められたため、現行制服との共通点はほとんどない。陸海空自衛隊を代表する部隊として、 陸地のイメージカラーである緑色や共通する衣装を排除したためとされる。特別儀場演奏服装特別儀場演奏服装冬服の伊藤陸佐及び陸装。左手前は特別儀場服装冬服の第302保安刑務中隊の陸装営予令等を行う場合において第302保安刑務中隊の隊員が 特別儀場服装を着用する場合、陸上自衛隊中央音楽隊の隊員は、特別儀場演奏服装を着用する。第302保安警務中隊との制服の統一を、図るため特別儀場服装とほぼ同じ服装であり、職所の先端が金属ではなく封鎖になっている。平成29年に、特別儀場服に合わせ改定。 演奏服装通常演奏服装冬服の一等陸位通常演奏服装は三宅一斉によりデザインされた音楽隊の隊員には街灯も定められているまた女性自衛官の通常演奏服装には室内演奏用のおつ服も定められている演奏略服装として上層に音楽隊用職書等を着用する平成30年に 16式上層の導入に合わせ、新型に変更されたが、三宅のデザインした刺繍装飾は、部分的に継承されている。特殊服装陸上自衛隊では1968年制定の陸上自衛官服装催促により、特殊服装として以下のものを定めている。部隊称すべての陸上自衛官は冬服を呼び、第一種夏服の上着並びに、該当の、 肩上部から3 0ト、mm、ル下の右腕に部隊章を着用する。部隊章は縦型で横幅6 0ト、mm、ル最下部と最上部とは7 0ト、mm、ル下部に楕円の四段等標識、上部に屋根型の扁平な五角形の対腫標識、対腫標識の中央に対合標識を付する。平成29年度から戦闘服用の部隊章の調達も開始された。 平成30年3月に陸上総隊及び水陸機動団第1ヘリコプター団システム通信団の部隊賞が追加同年7月に東部方面隊の部隊賞の更新がされている令和2年2月には東北方面隊第15旅団の部隊賞の変更第13旅団の部隊賞のマイナーチェンジが実施された 陸上自衛官及び陸上自衛隊の自衛官候補生の部隊賞に関する訓令によれば、部隊賞は次の3つの要素からなる。科学科、会計科、刑務科、音楽科及び、初職主根性部隊並びに、陸上総隊司令部、方面総監部、師団、旅団司令部及び方面根性団本部、開発実験団、富士共同団本部、空挺団本部、水陸機動団本部、 ヘリコプター団本部、システム通信団本部陸上自衛官の職務または、技能を識別するために用いる、気象陸上自衛官の気象としては次のものがある。幹部候補生気象右胸に、A 内班長気象を装着した、陸装を含む指導順位気象レンジャー気象自由、高下気象体力気象を整列しているのは、第三種夏服の幹部。勘定にあるのは、作業服装。 2004年5月4日、海上警備隊、警備隊時代海上警備隊では、当初、海上保安官の制服を流用していたが、新生海軍にふさわしい制服が要望された、ことにより検討が行われ、院長以下は、女性からも人気がある、セーラー服の採用が決定した。ミ総クラスの制服は、旧海軍の詰めり服を押す声が出ていたが、国民から、 軍国復活を連想され兼ねないとの理由で除外され、最終的には、冬は、各国海軍共通で、国際的にも通用する黒ダブルのネクタイスタイル。夏は、幹部は、灰色の背広型、層は、白色爪入り型が採用された。昭和29年7月海上自衛隊発足に、際し、上層冬服、夏服が、警備隊から継承されたものが制定される。 初期の制服は、旧海軍型の上着で、セーラーカラーのラインは、白線一本で、袖には、カフスはなく袖口はオープンであったが、海上自衛隊になり、セーラーカラーは、白線二本で袖にも、白線二本のカラーがついたものになった裾の、大きく広がった。パンタロンスタイルで、前は、左右三つボタンの四角型で前に開くタイプで、後ろは、V カットされており、 ウエスト調節用の細紐が付けられていた。後に上着はそのままで、ズボンが前ジッパーのスラックスタイプとなる。自衛隊法施行規則では、黒色とされているが、実際には濃厚である。これは現在でも同様である。性暴については、幹部及び警備士用、警察用性ーラーボは、現行の常時ジ,ジロ天井とは違い、帽体は、黒色の球界軍と同様のもので、 夏服は白い帽子多いをつけていた。昭和三十三年六月旧寒部夏服が幹部第一種夏服と旧階装雨夏服が第二種夏服となる。幹部第二種夏服、略位が制定される。幹部、階装開始セーラー帽が通年白色となる。帽体が白の多いをつけるのではなく現行タイプのものとなる。また、幹部、 改装用の帽子は別々となり、衣装はそのままではあるが、大きさと差別化された。昭和39年8月級略位が、棒うよいとなる。昭和45年10月級棒うよいが、第三種夏服となる。大院館では、第三種夏服とは呼ばず、通称は、略位と呼ばれる。また、開始に、共通のセーラー服であった。 航空学生等に詰め入り短竹で7つボタンの濃紺の制服が制定される。この制服は少年十課学校生徒及び昭和50年度から開始の一般階層候補生にも継承された。雨制服は昭和40年代の終わり頃に、 セーラーカラーの白線が1本で袖口にカラーのない旧軍タイプのものが支給されたが一時的でありすぐに以前からの白線2本襟のカフスがついた上着に変わった。後にズボンも変更され、前ジッパーのスラックスタイプとなる。入隊時の夏一種、当制服の太陽は2着であったが、昭和50年から54年くらいまでは上着については白線1本と、 白線2本の両タイプの制服が1着ずつ対応される重複期間があった。昭和55年には2着とも従来の2本線制服の対応となっていたが、1本線の旧型制服はその後の被服交換で、順次に本線の新制服に交換されていった。実際の夏服の着用について、幹部を呼び、改装については、第一種は、霊式や、 文体点検等の行事以外ほとんど着用することがないが、開始は夏場の肌寒い日などでは第一種とするなど頻繁に着用されている。幹部は灰色背広型の第一種が廃止されるまでは寒い時など頻繁に着用していたが、廃止後は海藻とともに寒いのを我慢して第三種を着用している。 上層で、第一種を着用してはいけないという規則はないが、着用していると目立つ上、微妙に、違和感があったりする。平成8年に、幹部、階層に、第二種夏服が制定されるまで我慢しなければならない、状態が続く。幹部、階層の性暴症の衣装が変わり、現行の性暴症になった。服の手入れでは、 セーラーとパンタロンは裏返してアイロンをかけ、スラックスは表からアイロンをかけることとされていた。そのため折り目が上着とパンタロンは谷になり、スラックスは普通の服と同様の山になる。セーラーカラーは均等に3つの山ができるようにアイロンをかける。現在ではすべて表からアイロンをかけるようになっている。当時、海上自衛隊は夏服冬服ともに開始が、 私物の制服をオーダーすることが多く、上着は、官品と、同様、セーラーカラーに日本線のものであるが、セーラーカラーは小さめにし、ズボンは前ボタンのパンタロンのもので、裾は大きく開け、冬服は、黒い生地で、階級賞と聖金賞は、光沢のある赤糸で刺繍したものを好んで、オーダーしていた。分体点検等の行事には着用できないが、 原文当番等の当直勤務、出入工事の着用等、通常は私物を着用していた。また、一つの伝統のようなもので、改装に承認した場合に後輩に譲るということが、繰り返され長く着用されていた。譲られたものは、お返しと承認祝いとして、改装用の聖母を送るということもあった。昭和49年、婦人自衛官の制服が、制定された。 平成8年7月灰色4つ、ボタン背広型の幹部第1種夏服とワンピース型の女子第2種夏服が廃止され、男子は旧第2種夏服が第1種夏服となり、陸上自衛隊、航空自衛隊と同様の第2種アイシャツに、ネクタイの第2種夏服が男女共通で制定される。通常の白アイシャツは第1種アイシャツに、両胸にフラップ付けポケット。 肩にエポレットのある第二種夏服用ジロアイシャツが第二種アイシャツに制定された。冬服はどちらのワイシャツ着用でも良いが上着を脱いだ時に階級の判別ができる第二種アイシャツが好ましいとされる。平成31年4月幹部を呼び改装用にカーキ色のシャツとパンツの第二種制服が制定される。通称勤務服。このシーン。 第2種夏服制定に合わせて、黒色ベレー帽型の第2種略帽が制定される。幹部、改装は、性暴同様、帽傷で差別化されている。旧、第2種夏服は廃止された。種別指定がなくなっただけで、従来と同じく冬服で、第2種ワイシャツを着用して、上着を脱いだ格好は変わらないが、お寿司会給は着用するが、防衛記念賞を呼び、 各種気象の着用はしない。ただ、旧型も新型の支給が完了するまでの間は、第二種夏服として着用される、併用期間になる。この第二種夏服は、上層と元来の作業服の中間に位置し、ある程度のフォーマルを追求する一方で、汚れ等の恐れがある一部の作業にも従事することを意図されている。一方で、現場の隊員からは、 明細の配備が進まない中で無駄に被服が増えたこと。旧来の二種夏服の廃止など理解に苦しむ面が多く、アンケートにおいても9割近く不要との意見具信がなされたにもかかわらず、さも賛成意見が多数かのように報告されるなど、採用経緯に不透明が高い。またそうした現場の意見が大きいのか、結局のところ、 東京や交換などの一部のみの支給となっている。もともと官邸部隊が訓練等で外国を訪れた際の各種会議において、米海軍のサービスカーキに相当する服装が指定されることがあり、該当する制服がないことから、紺色の作業服に防衛記念賞を着用して代用する等の処置を施すなどの不具合あったことから、 これを是正するために制定することとなった経緯がある。しかし、近年は、海上自衛隊においては即応性を維持する、観点から、幹部自衛官を含め迷彩作業服等にて勤務する、方針となっており、訓練等での外国訪問時においても、迷彩の着用が進んでいることから、当初より必要性が低下している。 1996年に廃止された第一種、夏副防相保安庁警備隊総隊から防衛庁、海上自衛隊発足以後1970年までの間は、現在の防哨とは異なるものが用いられていた。この旧型防哨制定の際に参考にされたのは、当時の警備隊が属する、保安庁の海上保安官の防哨である。 怒りの周囲をあがねで囲み、その上位にカモメをつけ、カブオーバー及び、桜つぼみで囲んだものであった。ちなみに、海上保安庁のそれはほぼ配置が同じであるが、怒り、わがね桜の違いがあった。警備隊から1970年間部用成防58、式までは少し小さい防潮でそうと同じものを使用し、防隊は黒で、夏服用は白カバーをつける。 球海軍式であった。警備隊から1970年改装用西某58式までは、帽章は、幹部用と同じもので、違いは、顎ものみ。帽体も、幹部同様冬は、黒で、夏用は、白カバーをつける、球海軍式であった。1970年以降の帽章は、上部中央に、いぶし銀の王家を廃止中央部にアンカー。 それをオーバーが囲むデザインで、幹部用は金モール製、海装用は金属製で一回り小ぶりにできている。巡回以上の幹部自衛官の帽子は、旧海軍のものに酷似している。旧海軍との違いは、中央の和金のデザインが、旧海軍は新援であるのに対し、海上自衛隊は大円であることである。また、海装の帽子と、 巡回以上の幹部自衛官の傍傷との最も大きな違いは、中央のアンカーを囲む、我が根の有無である点は、昭和17年以降の旧海軍の士官と歌士官の違いと同様である。開始要傍傷は創設以来変わりなく、旧海軍と同様の所属官邸名、部隊名を記したペンネント。旧海軍との違いは、表示が右書きか左書きかの違いである。 ペンネントの文字は、会市長以下の自衛官の傍傷に表示する文字に、関する訓令及び、会市長以下の自衛官の傍傷に表示する文字に、関する立ちにより規定されている。制服着用の男性の会始は一目で、ところ属がわかることになる。幹部要請、傍傷会総要請、傍傷会使要請、傍傷会場自衛隊、会場自衛隊の、各服装。左から、改装。 海士の通常冷装夏服、航空服装、立ち入り検査服装、消防服装、官邸戦闘服装、消防服装、航空整備服装上層全体的に黒と白を基調とした服製で各国海軍との共通性が見出される。陸上自衛隊や航空自衛隊は創設から現在までの間に複数回の大きな変更をしてきたが、 海上自衛隊の男性用制服についてはほとんど変更をしておらず、1970年に変更された幹部聖防省と1996年に廃止された第一種夏服以外は冬服夏服ともに1950から60年代正式のものが現在でも通用し見た目の違いはほとんどない。聖望聖望には、聖望、東略望、夏略望、 作業棒などがある。幹部候補生たる海総長については、例外が多く定められているので、ここでは、幹部候補生学校での正式の聖棒について記述。聖棒は、天井及び町が白色で、その他の部分は黒色である。陸上自衛官と異なり、海上自衛官は礼装においても、上僧と同様に聖棒を着用する。旧海軍では、軍帽は紺色で、 柿のみその上に、白布の批覆いをかけていたが、海上自衛隊の場合は、はじめから天井及び町は白色である。小艦性暴一等海佐、及び二等海佐性暴遺憾、及び三等海佐たる、女性自衛官用性暴幹部候補生たる海、総長用性暴不愉服の海市長改装用、性暴ウェーブ創用性暴左が、自衛官知らねの文字が入った帽子 右は、米海軍兵アマ西防核部隊名のペンネント2019年4月に、黒色ベレー帽が第二種略帽として追加装備された。冬略帽ツ略帽グツズボンの色が、黒色の場合に着用するタングツは黒色に限られている。ズボンの色が、白色の場合は、幹部及び、幹部候補者たる、海藻長は白または、黒色のいずれでも良いが、以前は、 幹部夏服は白色に限定されていたため今でも、ほとんど白色の単靴を着用している。冷装の場合は、白色とされている。その他の改装及び返しは黒色に限られている。幹部自衛官の単靴は、内輪式のストレートチップである。冬服街頭第一種夏服手前3名のうち、中央が三頭海佐、右が海上幕僚長。 それぞれ、第一種夏服第一種夏服を着用した、開始三等階層以上の上層第一種夏服では、第一種夏服上着、第一種夏服ズボン、聖ング靴、閉会休章を呼び、第一種夏服バンドを着用する。旧海軍と、海上自衛隊とでは、士官、下士官の夏服は共に、白のりツエに五つ、金ボタンと共通であるが、海上自衛隊では、 米海軍式で、胸ポケットが、外張り式となっている。また、冬服の左胸部隠しポケットが足された時期に、夏服ズボンの右ポケット上部に小さいコインポケットが、追加された。男性開士の、第一種夏服はセーラー服型である。また、海装幹部の、第一種夏服上着はそのほとんどが、下着のシャツの上に着用するため、陸上自衛隊。 航空自衛隊のように第2種ワイシャツを着用し、その上に夏服上着を着用することはない。しかし、稀に第1種夏服用として PX で販売されている旧軍のようなスタンドカラーのワイシャツを自費購入し、着用することもある。第1種夏服の着用は、霊式や文体点検が主であるが、下着の上に着用する前者は、 待機室内等以外では上着を脱ぐことができないが、校舎は室外でのその場待機時に上着を脱ぐことができる。女性会士の第一種夏服は女性階層の第一種夏服に準ずる。航空学生及びかつての海上自衛隊生徒は冬服と同型だが白色となる。第二種夏服第二種夏服を着用した音楽隊。 手前の三等会社と他の男女隊員の制服の形状は同じ幹部のグレーセビロ型の第一種夏服が廃止され、幹部、階層の白爪め夏服が第二種制服から第一種制服に種別変更されたことに伴い新たに別の第二種夏服が1996年の複製改正時に陸上自衛隊、航空自衛隊の第二種夏服に合わせて改正された。 この制服はそれまでの海上自衛官の制服とは異なり、上下色違いで、順位以上、階層、アマすべての階級で形状が同じという特徴を有している。第2種夏服では、第2種夏服上着、第2種夏服ズボン、黒色ネクタイ、聖帽または夏略帽、短靴及び、冬服バンドを着用する。また、上着には防衛記念章、ネームプレート、 各種気象等、お使い急章を着用する。2019年4月以降夏服の種別をなくし、年間を通して着用できる、第二種制服とされた。カーキ食夏服を着用した、山村博史海上幕僚長2019年4月に、カーキ食上下の新型が、第二種夏服に制定された。形状は、幹部用作業服に告示しており、濃紺を、 カーキ色にしただけのような感がある。この第2種夏服制定と同時に、黒色ベレー帽型の第2種略帽が制定された。第3種夏服第3種夏服。左3名は三等会位、右1人は男性会士。1985年改装以上の第3種夏服は、半袖かい金シャツの白色の上下、男性会士の第3種夏服は、 半袖のヘチマエリの鍵セーラー服型、女性開始の第三種夏服は、女性階層の第三種夏服に準ずる。三等階層以上の上層第三種夏服では、第三種夏服上着、第一種夏服ズボン、性帽または夏略暴、端靴、閉会急章を呼び、第一種夏服バンドを着用する。女性階層以上、女性開始と、 男性会士の場合は、上着の裾は、ズボンスカートの中に入れない。階層用は肩に、陸上自衛隊、航空自衛隊と同様のエポレットが付いているが、陸上自衛隊、航空自衛隊のように、おつし階級章は装着せず従来、道理閉会級賞を左袖につける。幹部用は肩に、閉会級賞を装着するためエポレットではなく、階級賞固定用のループが付いている。 裾は、回装用は、陸上自衛隊、航空自衛隊と同様のスクエアボトム、幹部用は、第2種夏服と同じワイシャツ型のラウンドボトムである。回装以上の、第3種夏服上着は71式以降の、陸上自衛隊、航空自衛隊と同じ形の4つボタンの、半袖かい金シャツであるがそれぞれに、生地が違う。陸上自衛隊は91式で、 解禁型ではあるが首元最上部にボタンをつけいつつ、ボタンとし、航空自衛隊は、平成20年の改定で解禁ではない、折襟リリ半袖ワイシャツ型いつつボタンに変更したが、海上自衛隊は変更なく、白色半袖解禁シャツのままである。第一種冷装第一種冷装冬服姿の斉藤、高海上幕僚長、第一種冷装夏服を着用した。 幹部冬服または、第一種夏服に白手袋を着用する。第二種冷装巡回及び幹部自衛官は、冷服と呼ばれる冬は黒色、夏は白色の、剣襟のメスジャケット型の冷服が定められている。この場合の階級賞は、冬用は袖賞の高階級賞、夏用は剣賞の閉会級章が用いられる。通常冷装第一種冷装に同じ。 通常冷装は冬服及び旧第一種夏服または旧第二種夏服に白手袋を着用する。しかし、幹部自衛官の制服であった第一種夏服は1996年に廃止となり、第二種夏服が第一種夏服に変更となった。そのため、通常冷装は冬服または第一種夏服に白手袋を着用することとなり、 第一種礼装と全く同じである。ファンシードリル用航空学生による、ファンシードリル航空学生が、ファンシードリルを披露する際に着用する制服。階級章陸上自衛隊の91、式制服制定に伴い、海上自衛隊においても、新種別制定と種別変更が行われた。また、細部の仕様変更も行われた、海上自衛隊の夏服用階級章は、 冬用と色が異なるため、冬を公開休章、夏をお使い休章としていたが、昭和59年に、航空自衛隊が、第2種、第3種夏服用のお使い休章を制定し、冬服、第1種夏服用を公開休章としたのに続き、91年に、陸上自衛隊も、同様に、お使い休章の制定をしたのに合わせて、従来からの海上自衛隊の夏服用階級章を、 閉海急賞とし、陸上自衛隊、航空自衛隊と同様の筒型で肩のエポレットに、通す形式の階級賞をお使い急賞、従来の冬服用を高階急賞と制定した。現在閉海急賞が存在するのは、海上自衛隊だけである。作業服装作業服装で着用する聖母は、巡回以上は略帽、薬帽階層帽以下は作業坊を着用するか、または、 幹部、総始ともに、舞台式別棒を着用する。陶器は、さらに髪、副ジャンパーを羽織ることもある。作業棒作業棒は、野球棒型。半球型であって、も切れの前指差し及び、顎紐をつける。顎紐の両端は、棒の両側に置いて縫い付ける。天井に6個のハト目をつけ、通風コーとする。後面に、も切れのバンドをつけ。 帽子用調整具で止める。前面に、とも切れの楕円型台地に、金色の糸で桜花をつけた怒りを刺繍し、台地の周囲を、金色の糸で縁取りした帽子をつける。この作業棒は、創始のみが着用し、創始の作業服類似の色となっている。幹部自衛官の作業棒については、冬略棒を、着用する。舞台識別棒、舞台識別棒は、野球棒型。 肘の素材、色、帽子となる、部隊識別用のマークインシグニア等は、各官邸、部隊、護衛隊、軍等で制定し、少子まで、同一のものを着用する。2歳以上のものは、性暴動用唾に、金モールが刺繍されたものを着用する。制服、作業服、体操服すべてで着用できる。ただし、官邸の言文当番。 陸上部隊の当直室勤務の当直員、公用紙は着用できない。その他、出入工事の制服着用での個体減礼、分隊点検、式点礼掃除等も着用できない。初代裁評官、しらせ、部隊識別棒二代目裁評官、しらせ、艦長、副長用部隊識別棒作業服上着、ズボン幹部自衛官及び、幹部候補生たる、改装長は、濃紺色。 階層長以下は、泡根色または、その類似色が用いられている。階級章は、現在は、胸部に略称を付するのではなく、検証部分に、お使い級章を着用することとなっている。後部層交部層の儀状体、第一種霊装に、白手袋、白団体、キ半を着用する。おっつ武装通常演奏、副装演奏用該当も、定められている。また、 女性隊員は、室内演奏時には通常演奏服装をつぶく、式典時には、式典用の帽子を着用する。演奏略服装特殊服装幹部の新抱運を作業。服装会場自衛隊では、会場自衛官服装催促により特殊服装として、以下のものを定めている。会場自衛官の職務または技能を識別するために、用いる、気象等会場自衛官の気象。 識別賞としては次のものがある。幹部候補生気象夏制服用体力検定、水泳検定が、両方一級の海上自衛官体力検定一級の陸海空自衛官共通協関係検証、千人五町識別賞一番手前の顎紐が、黒色の隊員が千人五町である海、海荘町。 防衛記念昇下の楕円形金色の記章が、千人五丁識別章千人五朝には、千人五丁識別章が設けられている。楕円形金色で、中央に絡みっかりと、MSDF の文字、上部に、桜星が付される。桜星の数は、海上自衛隊千人五朝、自衛艦隊等千人五朝、護衛隊軍等千人五朝または、部隊等千人五朝の種別に応じて、 それぞれ、4個から1個まで分かれている。国籍気象海上自衛官の、国籍気象国籍気象は、陸空では、日照機が用いられているのに対して、海上自衛隊のみ朝日旗が用いられている。自衛官機と同一の形状である。上層用の場合、縦1 2ト、mm、ル横1 8ト、mm、ル日照直径6ト、mm、ル 作業服装及び特殊服装の上腕部用の場合、縦 40mm、横 60mm、日照直径 20mm。昭和45年製上層冬服の吉田正、航空幕僚長、昭和45年製上層第一種夏服の武田、五郎航空幕僚長、昭和29年航空自衛隊の発足に伴い、制定された。 航空自衛隊については、陸上自衛隊の警察予備隊、保安隊、海上自衛隊の警備隊のような前進機関は存在せず、また、戦前戦中を通じて、我が国の航空兵力は、陸海軍の航空隊によって運用されており、独立した空軍は存在していなかった。そのため、航空兵力運用を専門とする。 全く新しい組織の発足であり、アメリカ空軍を手本とされた。航空自衛隊の複製等は、アメリカ空軍が参考にされたが、アメリカ空軍についても1947年になって、アメリカ陸軍から陸軍航空軍が分離独立したもので、基本はアメリカ陸軍に準じたものであった。航空自衛隊も参考にされたアメリカ空軍同様、基本は、 陸上自衛隊と同じものであった。聖防省は、幹部用は、現行とほぼ同じデザインであるが、総始用は、アメリカ空軍と同じ円形の台座に、幹部聖防省と同じ航空自衛隊賞を取り付けた、ものであった。これは、アメリカの陸空軍が士官と可士官、兵の差別化で、同様の形式であったことから、防症のデザインは違うが、陸上自衛隊も、 同様の違いがあった。昭和33年服のデザインが変更された。陸上自衛隊と同型のもので、色も同じ濃紺であったため、見分けがつきにくく、冬服、第一種夏服には左右の襟に、わしの気象をつけ陸上自衛隊と区別された。航空自衛隊省は、幹部自衛官と、総始自衛官では装着位置の違いがあった。幹部自衛官は、 襟の上部に装着し創始は下部に装着した。これは階級章の装着位置の違いによるものであり、そうだけが違い史が幹部と同じといわけにはいかないため襟に階級章のない史も襟の下部装着となった。皆が襟の下部につけるという発想はなかったようで、あくまでも幹部と創始は違うという階級性社会の差別化を制服で行っていたものである。 これと同様に現行では、蛇腹のアムバンドを、幹部の制服に装着し、差別化している。昭和35年一種及び二種夏服に変更が、加えられた。昭和40年、冬服及び聖帽が変更された。それまで、陸上自衛隊と同色であった色調は冬服が、濃紺であるが、白糸の入った、人あやりに変えられ。 聖母も同職となった。それにより容易に区別ができることとなり、襟の航空自衛隊省は廃止された。聖母については更新支給途中で70式に改正され以後70式の支給が開始されたため、全く手にしたことのない隊員が多数いる。昭和45年陸上自衛隊の大改正に伴い改正がされた。しかし夏服は60年。 冬服は65年に改正されて、折その章を変更であった。この改正により、基本デザインは同一であるが、陸上自衛隊とは、色調やデザイン細部の変更がされたほか、上層の分類について、陸上自衛隊、海上自衛隊と統一が図られた。航空自衛隊章の衣装が章変更され、V 字の光線の中の雲型が廃止された。また、総使用性防章は、 円形の台座が取り払われて、航空自衛対象は一回り大きくなった。しかし、幹部と創始の差別化のため幹部用より一回り、小さいものであるが、デザインは、幹部用と全く同じである。昭和46年陸上自衛隊と、同様、夏服が改正された。第一種夏服は、冬服同様サイドベンツとし、第二種夏服。 第3種夏服の色調は60色と同じ泡灰色のままであったが、陸上自衛隊が茶灰色に変えたことで夏冬ともに色調の競合はなくなった。昭和49年、婦人自衛官の制服が制定された。昭和59年夏服が改正された。それまでの改正は陸上自衛隊に習って行われていたが、この改正では陸上自衛隊、 海上自衛隊よりも早く、第2種夏服を改正。第3種夏服も、陸上自衛隊に先立って改正された。男性用は、第1種夏服はそれまでと同様で、第2種上着が淡い水色の折り襟 Y シャツ型で、白系4つ穴ボタンの6つボタン、第3種上着が淡い水色の解禁シャツ型でボタンは、それまでの、第3種の形式と同じだが色が変わり、 水色液晶タイプの足つきボタンの4つボタンになった。女性用の形状はそれまでと同様で、第1種は冬服と同じ根性色、第2種は淡い水色、第3種は上着が淡い水色、スカートは根性色になった。男性自衛官のものは2008年改正まで使用される。これ以降男性女性ともに第2種夏服上着は、 第2種ワイシャツとして、上層冬服、及び、第1種夏服のワイシャツとして着用されることとなった。この第2種夏服上着の第2種ワイシャツとしての着用については、陸上自衛隊は、平成3年、海上自衛隊は、平成6年の改正時に、航空自衛隊と同様になった。また、新型の第二種、第三種夏服制定に伴い公開級章の、 着用が、夏服では、第一種のみとなり、第二種、第三種夏服用に、お使い給章が制定され、舞台章も、第二種と、第三種は若干デザインが変わったベルクロで、取り外しの可能なタイプが制定され、女性自衛官用は一回り小ぶりの専用のものが、制定された。同時に従来からの金属製ともに中央部の部隊識別章のデザインが変わり、方面体は、 F1、風航空機から三角形のデルタ翼機風のデザインとなった。また、それまでの教育航空集団では、舞台識別症大炎の色で、方面隊同様機か舞台、学校等教育機関の区別をしていたが今改正で一種類となった。また、航空教育集団と同じクロスで、大炎の色で区別された、識別症であった、補給本部は三角形。 航空開発実験集団は、衛星、航空支援集団は、富士山に変更された。平成6年陸上自衛隊の1991年の、平成3年改正に合わせ、女性自衛官の夏服が改正され、ワンピースが廃止された。平成20年現行の制服である。七十式以降、陸上自衛隊の改正から十七年後の二千八年三月に、 制服が大幅に変更された。主な改正点は次の通りである。礼服改正前は前合わせがダブルで服飾体を着用しないタイプで、冬服上下と夏服ズボンの色は同じだった。アメリカ空軍儀状態の栄誉礼を受ける多模紙、年を空賞。上層第一種夏服を着用し、右胸一番上に防衛功労賞をつけている。 ギャリソンキャップを着用した、武藤茂激空将、キャップに、桜星の階級章が装着されているが、服装規定ではキャップに、階級章の装着は召喚のみであり、位置最下については定められていない。米軍では、傍章がなくその位置に、階級章を装着している。上層を着用した、航空刑務官。上層航空自衛官の場合は、陸上自衛官のそれと、 類似しているが、濃紺色系統になっている。細部では、上着のベントが、陸上自衛隊は、センターベントであるのに対し、航空自衛隊は、サイドベンツを採用している。逆棒は、他国軍で多用されているギャリソンキャップ型のものが、使用されている。冬服第一種夏服第二種夏服第三種夏服、第三種夏服を着用した。 航空学生第一種冷装冬服または第一種夏服に冷服用階級賞及び白手袋を着用する。2008年10月1日施行の改正以前の冷服用階級賞は陸上自衛隊と同じショルダーノッチ型でモールが銀色、桜青賞が金色のものが使われていた。この旧型階級賞は 経過措置として2008年12月31日までの間は改正後の着用が認められた。もっとも経過期間経過後の旧型冷服妖怪急症が用いられる例が多くある。2008年10月1日施行の改正により冷服妖怪急症は米陸空軍の昇降用や回復のものと同様のショルダーボード型になった。空床補以上は 濃厚に色の生地大地に銀色モールを貼り、銀色金属製の桜聖昌をつけたもの、一等空砂から、純空位までは、濃厚に色の生地大地に銀色モールの側線を貼り、階級章同様に、銀色金属製の桜聖を呼び短雑たんザク形をつけたものである。第二種霊装純空位及び幹部自衛官が、着用する。霊服の上着は、剣襟のメスジャケット型で、色は、 冬が濃性色で夏が白色。ズボンは夏、冬と濃性色。冷服用階級章、蝶ネクタイ及び腹色体とともに着用する。通常冷装冬服または、第一種夏服に白手袋を着用する。作業服装、後部装・粒装・通常演奏服装、女性自衛官の通常演奏服装には、室内演奏用の第二種も定められている。 演奏略服装特殊服装航空自衛隊では1963年制定の航空自衛官服装催促により特殊服装として以下のものを定めている自衛隊法第33条複製 e ガブ法令検索総務省行政管理局2020年1月5日閲覧自衛隊法施行規則 e ガブ法令検索 総務省行政管理局。2020年1月5日閲覧。自衛官副操業規則防衛省情報、検索サービス、自衛隊の謎検証委員会編、知られざる自衛隊の謎、彩り図社。2011年10月、133、p ハットカーネル島田、カーネル、島田の装備開発実験版、森ビートボリューム4、角川書店、2009年11月。 ISBN 9長7840億4868万2 350 ABCDEFGHIJKLMN OPQRS 防衛庁自衛隊50周年特集服装の変遷平成16年版防衛白書防衛庁2004年オリジナルの2013年7月27日時点によるアーカイブ https://web.archive.org/.web/.20130727223335/.http://www.cleaning.mod.go.jp/.hakush をデータ 20042004pdf1654 万 1000pdf 2018年4月9日閲覧。幹部用も支給され、返納義務はあるものの、その立場上制服を着用する機会は、創始と比べ比較的多くなるため私物を購入するものがほとんどである。陸上、航空自衛隊については、創始の私物購入は少ないが、海上自衛隊については創始においても、私物購入着用者は多い。ABC 防衛省。 平成11年版防衛白書、防衛庁、ISBN4 億1739万 374X、http:/www.cleaning.mod.go.jp/.hakush o d a t a 1999、シェールメンフォト、フレーム。 CP1017HTM2021 年7月26日、閲覧。純、幹部用と、総始用に大きく分類され、純、幹部用は、検証部分が取り外し可能で袖側は、マジックテープで固定できるように加工されており、また冷蔵用階級賞を取り付けるための固定具を、通せる用型から襟にかけて2箇所加工されている。総始用は、 袖付近に手縫い付けられている。陸事の新制服お披露目イコール27年ぶり、変更、緑から紫根に引く、防衛省、知事ドットコムハット AB 陸二27年ぶり、制服変更階級を分かりやすく引く毎日新聞、辻元義文辻元義のツイート、ツイッター、2018年3月9日、2018年4月13日閲覧、 オリジナルの2018年4月13日時点におけるアーカイブ。陸時27年ぶり制服変更階級をわかりやすく引く毎日新聞。毎日新聞。オリジナルの2018年4月13日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20180413023846/https:mainichi.jp/articles/20180323/k00/00m/040/03400c2018 年4月13日閲覧 陸自が27年ぶりに、征服一新、でも配布を終えるまでに10年も、産経ニュース陸上総体ホームページにおいて、確認可能 ABCDE 陸上幕僚幹部。陸上自衛官及び陸上自衛隊の自衛官候補生の部隊賞に関する立ち。防衛省。2019年1月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年1月15日閲覧。 部隊賞、シンボルマークの紹介。陸上自衛隊水陸機動団。2018年6月8日閲覧。東部方面 f フェイスブック。2018年7月23日付投稿より、陸上自衛隊、第15旅団、JGSDF15 ビットパープル。第15旅団新部隊賞の紹介。令和2年3月26日より。 第15旅団の部隊賞が新しく変わりました。新しい部隊賞は、南西域に抑止力を効かせる強い旅団を表現にするため、沖縄の伝統的な守り神のシーサーを配置しています。自衛隊沖縄拡散希望。ツイッターより2020年3月31日、閲覧。陸上自衛隊第13旅団、公式、13ビット JGSDF。 舞台装第13旅団の舞台装が新しくなりました。原型は変わりませんが、13の数字と3本の弓矢が分かりやすくなっています。旅団創立20周年を迎え、歴代先輩が築き上げた第13旅団をさらに飛躍させていきます。ツイッターより2020年3月31日、閲覧。陸上自衛官及び陸上自衛隊の 自衛官候補生の部隊賞に関する訓令、部隊編成上専人上級総長、不順移植を配置しない部隊や学校等においても、指導準備等の役職にある者はこれを着用し、営内班や部隊等を統率するよう規定されている。このため学校内生徒隊の本部や教育隊、招待編成の部隊や派遣隊といった、小規模部隊でも、 当該気象を着用しているものは存在する。ハット AB。軍事研究2019年10月号。P233 から 234. 日米両国にとって神聖な島。吹浦忠政の新。連れずれ草。2018年5月30日閲覧。気象階級賞等アクセサリー開示のファッション。海上自衛隊八戸航空基地 AB。 女性航空学生7つボタンの制服着用の施行。海上自衛隊お月教育航空軍。2016年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月13日閲覧。海上自衛官副総裁則第23条の3海上自衛官副総裁則第26条平成20年防衛省令第6号。不足第2項 マムは覚悟のエアーメール参照。自衛隊の第2種類層に相当する服装。米陸空軍では第1種類層相当の服装にこのタイプの検証は使用しない。また、陸軍では大災火の昇降用となっており、召喚の夜会服用検証は陸上自衛隊のものと同様である。平成20年9月1日交付の平成20年防衛省令。 第6号による改正、ありがとうございます。